はい、こんにちは。MB です。というわけで、プラス J 2021年春夏フルラインナップが発表されました。発売日も出ましたね。3月19日金曜日から販売開始となります。この動画ではですね、先駆けて全ラインナップが出たので、予想レビューということで何が買いで、おそらく何が良くて何が難しいのか、初心者にはちょっとお勧めできないのかみたいなことを動画の中で説明していこうと思います。それでは一つ一つ行ってみましょう。まずはアウターから、オーバーサイズジャケットからですね、ちょっとプラス J のラインナップ通りに行きますね。オーバーサイズジャケット、ウール2連の上質素材で美しく、着心地は軽やか、シルエットは大きめで今っぽく決めるとあるんですけれども、ウールリネンのオーバーサイズジャケットですね。まあ、あんまり個人的にはジル・サンダーっていうデザイナーとリネン素材っていうのがそんなにくっつかないんですけれども、やっぱりジル得意のテーラードできましたね。テーラード、まあ、前回のプラス J、秋冬に展開したプラス J でもテーラードジャケットとスラックスのセットアップはかなり好評でですね、あっという間に店頭からなくなっちゃったんですけれども、今回も、ジャケットが結構アウターのメインとして打ち出されている印象です。で、今回はですね、3つボタンのリネンなので、ちょっとカジュアルな提案なのかなというふうに思ってます。14,900 円で、写真見る限りかなり良さそうなリネンですね。ちょっと張りのあるような、細糸のウールみたいな素材のリネンですかね。ツヤがあるような綺麗な。まあ、リネンって一口に言っても色々あるじゃないですか。ガサガサっとしたリネンだったりとか、もしくはウールみたいな、つるっとしたリネンだったりとか、いろんなリネンってあると思う。リネンの表情って様々だと思うんですけど、こちらはスーツで使われるような、本当にビジネスとかドレススーツで使われるような綺麗なリネンを使ったスーツじゃないかと思うんですけれども、ただ、V ゾーンは結構浅くてですね、3つボタンに今回なってますね。そして、ポケットです。デザイン写真見てもらうとわかるんですけど、ポケットがパッチポケットになって、外側についてるポケットになってますね。通常、ドレスのジャケットっていうのはフラップポケットで、ポケット自体を内側に隠す傾向にあるんですけれども、それがフォーマルの基本的な形ですけど、こちらではパッチポケットといって、ワークライクな外側につけたポケット、ポケットの形が外側から見てわかるようなパッチポケットという形状を使ってます。パッチポケットを使って、そしてブルゾンライクに V ゾーンを狭くすることでですね、かっちりとしたテーラードなんだけど、カジュアルにも使える。まあ、普段着用のジャケットということで多分提案したいんだと思いますね。このジャケットに関してはセットアップ提案がなくて、ジャケット単体で着てくださいっていう感じみたいですね。続いていきましょう。ウールテーラードジャケットセットアップ可能な 17,900 円。ミニマルに研ぎ澄まされた構築的なフォールーム。春夏も快適にさらっとした風合いが楽しめます。とあるのがこちらのジャケットです。で、おそらく同じ形で、ウールテーラードジャケットストライプセットアップ可能。こちらも文章全く一緒ですね。17,900 円という値段も全く一緒です。なので、無地とストライプっていう2柄の展開、2柄というか2パターンというかの展開みたいですね。無地の方は黒とグレー。そして、ストライプの方はネイビーかな？ネイビーの展開となっていますね。こっちの方が、ドレスライクな 2B のジャケットって感じですね。やっぱりフラップポケットになってるし、そしてこれはセットアップでスラックスも用意されてるっていうことで、まあ仕事着としてもおそらくギリギリ使えるぐらいのレベルなんじゃないかなというふうには思います。素材感がちょっと気になるんですが、オーストラリアメリのスーパー 100S ウールとあるので、相当いい素材ですね。ネイビーがね。で、ダークグレーとブラックは日系車のウール素材を使ってるということなので、まあ、前回好評だった、僕も前回大絶賛しましたけど、日本毛織ですね。日本が誇るウール素材メーカーの、代表といっても過言じゃないでしょう。老舗のウール素材メーカー、日本毛織さんという会社があるんですけれども、本当にハイブランド、海外のメゾンブランドとかが指名買いする、アイテムに使うのが日系の素材なんですけれども、そうなんですよ。ウールの素材って、なんか海外のものだっていう印象があるけど、日本のウール素材ってめちゃめちゃ日系ってすっごい評価されてるんですね。本当にジルサン、それこそジルサンダーとかマルジラとか、あの辺の並びのメゾンが使うような素材が日系のウールなんですよ。で、それがまあ、ちゃんとしたテーラード、まあ、プラス J のテーラードってすごい綺麗ですけど、ちゃんとしたテーラードで 17,900 円で買えるっていうのが、今回いいところかなというふうに思います。で、ストライプの方は日系じゃないんだけど、オーストラリアのメリノですかね。オーストラリアのメリノウール、スーパー 100S を使っていて、非常に綺麗な、まあ、スーパー 100S のオーストラリアウールって、まあ本当にこう高級スーツ屋さんとかでもよく見かけるような素材。まあもちろんその海外のファブリックメーカーとかの本当に極上の素材とかではないのかもしれないんですけれども、非常にいい素材だと思います。やっぱツヤ感を結構意識してる感じですね。ニッケのウール素材も結構ツヤが強いし、まあニッケのウールって言ってもいろいろあるんだけど、多分これそうですね。ツヤが強い、こうシャリッとしたドライな感じのタッチのやつだと思うんですけれども、オーストラリア産のメリノウールの方もですね、ツヤ感がつるっと、僕もオーストラリアメリノウールスーパー 100S って、前自分のオリジナルアイテムでも作ったことあるんですけど、まあ全く同じじゃないとは思うんですけど、オーストラリアのスーパー 100S のメリノウールって言っても、死ぬほど素材の種類あるんで、まあ、同じじゃないとは思うんですけど、まあ、ツヤ感もすごく綺麗でですね、膨らみのあるウールの質感がめちゃめちゃ気に入ってたんですけど、今回のユニクロのジャケットもおそらくクオリティとして、素材のクオリティとしてはめちゃめちゃ高いはずですね。ニッケとスーパー 100S のオーストラリアメリノウール。これで文句言う人は、この値段で文句言う人はいないでしょう。フォーマルな二型のジャケットと、ややカジュアルな三つボタンのリネン素材のパッチポケットのオーバーサイズジャケットという、まあ、ジャケットは2本立ての設定ですかね。前回よりもなんかコンパクトな提案になってる気がしますね。前回はもっと分厚いウールのものを使ったアウターライクなジャケットだったりとか、まあ結構いろいろなバリエーションがありましたけども、今回はまあ2パターンというところで結構絞ってる形ではありますね。おそらく前回と同じような提案、同じような形なんじゃないかなと思います。この細身のタイプに関しては。で、オーバーサイズのジャケットに関しては多分オーバーサイズっていうだけあって少し落ち感のあるような、まあ三つボタンだし、コートライクな、ちょっとね、着丈も長く見えるので、コートライクな印象なのかなというふうには見ています。ちょっとまだわからないですけどね。まあジャケットに関しては、プラス J 信用できるので、まあ、ジルサンダー自身がね、やっぱりテーラードものすごい得意な方なんで、このニッケのジャケットは押さえておいてもいいかもしれないですね。オーバーサイズブルゾン。続いてオーバーサイズブルゾンですけど、9990円。まあ、MA1 に、あれですね、ハの字のジップをつけたような、スウェーデン軍とかで見られるジップをつけたようなデザインになってますね。まあ、だから、アメリカ軍と、スウェーデン軍とか、まあ、いろんな軍のこの、パターンをこうごちゃ混ぜにしたような感じのデザインになってるっぽいですけれども、ポリエステル糸を高密度に織り上げ、適度な張り感としなやかさを両立した素材。発色の良い糸を使ったグログラン素材なので、陰影のある立体的な表情が生まれ、上質感を醸し出すとあるんですけれど、機能素材っぽいですね。撥水性がついてる機能的な素材感だと思います。なんとなくの印象なんですけど、N 張りみたいですね。なんか N 張りウッドみたいな雰囲気になってんのかなというふうに思います。N 張りもミリタリー路線ですけど、あそこはミリタリーだけど、どちらかというとその無加工の、合成使った綺麗な印象のミリタリーとかよくやるじゃないですか。もちろんまあ加工のね、オックス素材のモッズコートとかもやったりするでしょうけど、まあ化学繊維とかのつるっとしたモダンなミリタリーっていうのが、まあ N 張りの特徴だと思うんですけど、N 張りのアイテムにちょっと似てるかもしれないですね。綺麗な印象のミリタリーアイテムっていうところ。まあこういうアイテムってもっとね、ガスッとこう、ミリタリーライクな膨らみのあるような MA1 素材、いかにもな MA1 素材やったりだとか、もしくは硬い、もうそれこそスウェーデン軍のジャケットみたいな硬い素材のバックサテンとかの生地を使ったりだとかっていうのがイメージとしてはあるんですけど、こちらは、まあ、ジップだったりとかパーツ類がそこそこ多いミリタリーライクな顔をしてるんだけど、素材感はモダンなツヤのあるポリエステル、高密度のポリエステルっていう感じなんでしょうね。で、プラス機能性があるというところですかね。これしたらわかんないですね。着てみないとちょっとだな。前回もMA1 みたいなの、秋冬のプラス J 展開してましたけど、正直ちょっと僕はそんなにそこまで好きじゃなかったので、写真で見る限りはいいかなと思ったんですけど、実際着てみたらなんかちょっともっさりしてるなーって印象があったので、MA1 もちょっと慎重になってます。なので、このオーバーサイズブルゾンもちょっと着てみてどうかなっていう感じですかね。ただやっぱりジップ類とか見る限りは結構凝ってるし、これね、MA1 だけど、微妙にこのリブが立ち襟になってますよね。MA1 って結構襟低かったりもするんですけど、まあブランドによるんだけど、このオーバーサイズブルゾンは結構襟が高めに設定してあるっぽいんですよね。なので、その辺もちょっとこう、襟高いと、それだけでなんかこう、決まるというか、まあ T シャツってこういう風に襟ないじゃないですか。シャツって襟あるじゃないですか。シャツの方がなんとなく大人っぽく見えるじゃないですか。それ、襟の高さあると大人っぽく見えるんですよ。スーツって基本的に襟高いものを使うんで。なので、同じ MA1 でもほんのちょっとリブに高さがあったりすると、それだけで急に大人っぽく見えたりするんで、まあ、写真で見る限り少しリブ高めになってるから、その辺はちょっといいかなとは思うけど、まあ、シルエットがどうかって感じですね。はい、続いて12,900円のオーバーサイズマウンテンパーカー。これはあれですよね。ハイブリッドダウンパーカー。前回のプラス J で展開されていたハイブリッドダウンパーカーの春夏版っていう感じなんですけど、面白いのが白展開してるんですよ。白の、まあ本当に軍のなんかスノーパーカーみたいな印象だと思いますが、白系のこういうマウンテンパーカーって割とこう珍しいというか、あんまり見ないですよね。白って日本人汚れやすいからって結構敬遠しがちなんですよ。まあ海外もそうっちゃそうかな。なんだけど、だからブランドものだと結構展開はあるけど、こういう量販系のブランドだと、やっぱりこうクレームがあるから、白だと汚れやすいからそれ買えないみたいなのがあるんで、基本的には展開そんなに強くないと思うんですけど、結構思い切って真っ白のパーカー出してきた印象ですかね。マットで張り感のある機能性軽量アウター、独特な表面は加工の特殊性上個体差がありますという説明になってるんですけど、12,900 円でオーバーサイズでマウンテンパーカーで白って結構チャレンジブルだと思うんですよ。そもそもユニクロで 12,900 円のマウンテンパーカーってかなり高級品だと思うんですね。で、なおかつ白って、結構攻めてる色で、普通は選ばない色だと思うんですね。普通メンズのアウター、T シャツとかだったらもちろん白を選ぶけど、アウター系で白って結構おしゃれな人じゃないと選ばないと思います。なので、これは結構攻めてきてるなというのは印象としてはあります。まあ逆に置きに来てるのは黒カラーとかですよね。パーツ類も全部黒にまとめてあるので、シックに決まっていてですね、マウンテンパーカーでもスタイリッシュに決まる。まあこの辺は多分外れないと思うんですけど、個人的には、まあ物次第、素材感とかシルエット次第ですけど、これ、あえて白とか言っても面白いかなというふうに思います。なんかね、オールホワイトのコーディネートとかね、最近結構多く見られますけども、白パンに白のインナーに白のマウンテンパーカーみたいな、そんな着こなしをしても可愛いんじゃないかなというふうに思いますし、あとはちょっとモードに、こういうマウンテンパーカースタイルでもモノトーンで白のマウンテンパーカーに黒のワイドスラックスとか、なんかそんな感じで合わせても面白い、コレクションっぽくて面白いかなというふうには思いますね。こちらマットなツヤ感を持つメモリータフタ素材なんですね。まあちょっとシワ感がこう手残りするみたいな生地感だと思いますけれども、張りがあってこうくしゃってやると、ちょっとそのくしゃってやったのが少し残るみたいな感じなんですけど、メモリータフタの素材感って。まあ程よくシワが入ってる、クリーンな素材って表現すればいいのかな。まあ綺麗めな印象だとは思います。今って、まあ、テアトラとかってブランドありますけど、機能系のこういうアウトドアウェアって流行りですよね、メンズだとね。まあ、本当に昔のアウトドアとかだと、それこそなんだろう、コロンビアとかさ、ノースフェイスとかもそうだけど、まあ、ノースフェイス最近モダンだけど、結構派手めな色だったりとか、64クロスとかのこうがっしりしたような素材感使ったりだとかっていうのが多いけど、最近はこうつるっとした、まあ、なんか本当にドレスっぽい印象のツヤ感のあるような風合い。まあ、それこそメモリータフタとか、高密度のポリエステルとか使って、綺麗な風合いにしてるんだけど、まあ、ウールみたいな綺麗な風合いにしてるんだけど、デザインは結構ごちゃごちゃしてるマウンテンパーカーみたいな、カジュアルなデザインなんだけど、素材はドレスっていうバランスを取るところが、まあ、テアトラとかしかりですけど、多いと思うんですが、その辺の流れでしょうかね。まあ、OAMC とかね、ジルサンダーとかもその辺の、ジルサンダー、今のブランドのジルサンダーですけど、とかってそういうデザイン多いと思いますけれども、その辺のイメージなのかなとは思います。オーバーサイズフーデッドハーフコート。こちらはさっきの、ブルゾンを長丈にしたようなイメージですね。やっぱりハイブリッドダウンパーカーの、流れですかね。ハイブリッドダウンもハイブリッドダウンパーカー、短いタイプとハイブリッドダウンコートっていう長いタイプの、2バリエーション作ってますけれども、それのイメージなのかもしれないですね。どうなんだろうな。なんかパッと見た印象は、マウンテンパーカーの方が、まあ普段着としてはかっこいいかなって感じしますけどね。ハーフコートこれなんか本当にこうサラリーマンが着るハーフコートみたいに見えないかなって。ちょっとこうパッと見は心配ですけどね。どうなんだろうな。なんかサラリーマンとかってこういう機能的なハーフ丈のコートとかよく着るじゃないですか。ハーフ丈、ジャケットの裾が出ないから、割とサラリーマンの出勤着としても使われちゃうし、ここまで地味な、ハーフコートとか、デザインシンプルなハーフコートとかだと、なんか逆に普段着としておしゃれに着るのが難しくないかな。もうちょっと着丈長かったりしたら、それはそれでコートっぽくなるからいいのかなとは思うんだけど、どうなんでしょうかね。個人的にはオーバーサイズマウンテンパーカー、着丈短い方の白とかが気になりますけどね。このハーフ丈のやつはどうなんだろう。僕はなんか見る限りはちょっとビジネス感が強すぎて嫌だなってちょっと思いますけど、ちょっと蓋開けてみないとわかんないけどね。はい、続いてオーバーサイズステンカラーコート。こちらはですね、こちらもハーフ丈なんですけど、ビッグシルエットなんですね。素材感は多分同じ素材なのかな、さっきと。シェイプメモリー感。メモリータフタの素材ですかね。はい。オーバーサイズで立体的なシルエット。どんな感じなんだろう？これちょっと気になりますね。どうなんですかね。ちょっとわかんないですね、これ。サラリーマン風にならなきゃいいですけどね。その辺が気になるところかな。なんか、ちょっとよくわからないですけど。でも素材感は良さそうだね。このメモリータフタのさ、このシワが残る感じ。程よくシワが残るって、程よくこのツヤ感が出る感じ。結構いい素材だと思うんですけど、写真で見る限り。光沢があって、かつ、つるっとした、本当にこう、スーツのつるっとしたウールとかではなくて、シワがちょっとだけ残ってるような、ツヤはあるけど、カジュアル向けみたいな。まあその辺のこう風合いがうまく出てるといいかなと思いますが、難しいですね、今回予想するの。オーバーサイズフーデッドロングコート 14,900 円。これ可愛いんじゃない？これの白とかたまらんね。モッツコートみたいな印象ですかね。ちょっとモダンなモッツコートっていう印象ですけれども、白系の色をですね、真っ白ですね、これ。パーツ類もほぼ真っ白なんで、これは良さそうですね。俺も同じくマットなツヤ感を持つメモリータフタ素材を使ってると。で、撥水性もプラスされてる機能的なスプリングコートということですが、黒系が、ジルサンダー、今のブランドのジルサンダーとかこういう、ロング丈のこう、レインコートみたいなの得意ですよね。後ろにジルサンダーって書いてあるみたいな。レインコートよくやってますけど、あの流れじゃないのかなってなんとなく思ってます。後ろにジルサンダーって書いてあるレインコート、ジルサンダー調べてもらえばわかります。ジルサンダーのコートで調べると、結構メンズだと、よく出てる有名なコートなんで、すぐわかると思うんですけれども、やっぱフォーマルなロング丈の黒とか白とかのモノトーンのフォーマルな印象なんだけど、素材感が今っぽい機能素材とか、化学繊維を使って機能素材にしてあって、あんまりこう決めすぎにならないというか、その辺があるとは思います。多分その流れででしょうかね。今のブランドの、ジルサンダーの、コートに近いような印象で作ってんのかなというふうに思います。もっとも今のジルサンダーと今、プラス J のジルサンダーって人が違うわけなんですけど、ブランドのジルサンダーはルーク・メイヤー、ルーシー・メイヤーがデザイナーで、今このユニクロとコンビになって、プラス J をやってるジルサンダーはジルサンダー本人なんで、微妙にもちろん違うわけなんですけれども、ただテイスト今回ちょっと今のジルサンダー風になってますよね。このオーバーサイズのロングコートとかすごい良さそうだなぁ。スラックスとかに合わせてもね、あんまりこう、ビジネス風にもならなそうですし、非常に良さそうですね。グラフィックの T シャツとか中に入れて、ね、スラックスとか合わせて、ミリタリーブーツとか合わせたら、本当に今の、ジルサンダーみたいな雰囲気になりそうですね。これはいいんじゃないですか。こう、ちょっとオーバーサイズできるといいかもね。XXL とかのオーバーサイズで、バサッと着て、アンクル丈のスラックスとかで、足元にこう、コンバットブーツとか合わせたりするとすっごいかっこよさそうですね。プラダとか、ジルサンダーとか、あの辺の流れだよね。めちゃめちゃ良さそうです。これは、今回のアウターの中で僕一番これが気になるかな。オーバーサイズフーデッドロングコート。これの白、黒、ベージュもいいね。白、黒、ベージュどっちも全部買いたいな。アウターは、このロング丈のコートとジャケットが気になる感じですかね。あと、オーバーサイズマウンテンパーカーの白も気になるかな。それ以外はなんかちょっと物見てって感じですかね。ちょっとビジネス感が強すぎるかなっていうのと、あとはオーバーサイズブルゾンの形が心配かなっていうところですかね。続いていきましょう。シルクコットン V ネックカーディガン。これは前回の流れですかね。今回シルクとコットン混紡で、やっぱり春夏だけど、秋冬のウール、メリノウールみたいなツヤ感の強いものを出してきましたね。V ゾーンが相変わらず狭いカーディガンで、カーディガン V ゾーン深くするとなんか公務員とか大学生みたいな印象になっちゃうので、ちょっと V ゾーン狭めにしてですね、やや上品めに、してあげて、クルネックに近いようなこう V ゾーンにしてあげることで、少し品のいい印象になると思います。本当にね、ボタンがついてない V の普通のプルオーバーのニットみたいに見えるので、カーディガンなんだけど、ちょっと品のあるような印象に、なると思います。これ、裾どうなってんだ、これ。裾は、これ何だ、これ、裾。ロングテールです。後ろだけテールが長くなってんのかな。ちょっとわかんないですけど。これでも前回の秋冬のカーディガンと同じような素材で同じようなシルエットっぽいので、これは文句なしにいいんじゃないでしょうか。なかなかね、メンズで使えるカーディガンって少ないので、この辺と同じ素材のシルクコットンクルネックセーター、これを中に着てカーディガンを着る同素材のレイヤードとかしてあげると大人っぽくていいと思いますよ。それにスラックスとか合わせたら、あとはもうスニーカーでいいもん、スタンスミスでいいもん。めちゃくちゃおしゃれだと思います。まさにジルサンダー、昔のジルサンダーって感じですね。おしゃれだと思います。物合わせしたいね。アンサンブルのね、同じ素材のニットと同じ素材のカーディガン。で、ちょろっとこの辺からね、同じ素材の同じ色なんだけど、チラッと見えてるぐらいのね。だから統一感があって、重ね着をしててもあんま子供っぽくならないというか、いいですね。その着こなしやりたいな。続いてシルクコットンクルーネックセーター、カラーブロックですね。カラーブロック出していきましたね。見頃から、ちょっと見頃下の方にかけてですね、色が変わってる、カラーブロックですね。袖もカラーブロックになってますね。まあ本当に上品な素材感ですよね。シルクコットン使って上品な素材感で、まあジルサンダーらしいコンパクトなデザインですけれども、色はちょっと配色してあげてですね、少しアクセントをつけることで、まあ1枚で着てもおしゃれになりますぜっていう提案なのかなとは思います。これ良さそうですね。このシルクコットンシリーズ外れないんじゃない？続いてシルクコットンニットポロシャツ。これも良さそうだね。ニットのポロシャツか。いいですね。ツヤ感があって、肩の切り替えとかもね、ちょっと面白い切り替えになってますよね。ラグランなんだけど特殊な形になってますね。この辺の、本当に細かいことなんだけど、普通のラグランにするか、ちょっとこう変化与えるかによって、ブランド物に見せることができるじゃないですか。普通のラグランよりもほんのちょっとなんかこの辺にギミックが入ってたりすると、あれって思わせることができるから、なんかデザイナーズブランド感出せるので、高級感出ますよね。素材感もで説得力のあるシルクコットンだし、この辺は文句ないんじゃない？バッチリだと思います。で、シルクコットンニットポロシャツはカラーブロックも存在するんですね。俺これ結構好きだな。似たような色ですね。結構派手に切り替えてるんじゃなくて、まあ、今回の GU 三原康弘とか、ユニクロと JW アンダーソンとかみたいにガラッと派手に切り替えてるんじゃなくて、同色に近いような、似たような色の系統で切り替えてる。黒とネイビーと、ライトグレーと、まあ、ライトオリーブみたいな色で切り替えてるって感じですかね。これいいね。こういうのにシンプルな黒のスラックスとかで合わせて、スーッとスタンダードでベーシックなんだけど、ここだけちょっとデザイン入ってるみたいな、なんか大人でいいじゃないですか。この辺はいいな。はい、続いてシャツですね。バーっといきましょう。スーピマコットンレギュラーフィットシャツ。これ多分前回と同じじゃない？ 3990 円。まあこれ文句ないっすよ。いいっすよ。あ、同じですね。これ前回と同じです。すでに発売してるもんね。前回と一緒だわ。スーピマコットンレギュラーフィットシャツ。これはレギュラーフィットのストライプのシャツですね。いいんじゃないですか。スーピマコットンなんですね、これも。まあじゃあ、あれですね。前回出てたスーピマコットンのシリーズの柄違いってとこですかね。で、こちら、スーピマコットンレギュラーフィットシャツ。これも同じだね。柄違いですね。多分同じ形なんでしょう。で、スーピマコットンレギュラーフィットシャツ。同じくスーピマコットンで、レギュラーフィットで。で、これも前回あったよね。これもね。あれ？違うのかな？まあ、ベーシックなシャツ大好きですね。何個もやりますね。で、これスーピマコットンレギュラーフィットシャツ、長袖ストライプ。で、スーピマコットンレギュラーフィットシャツ、長袖ストライプ。スーピマコットンレギュラーフィットシャツ、長袖チェック。どんだけこれ、型数分けんの？これ全部1ページでいいじゃん。どうした？んで、これは買えるぞ。あ、これ前回のやつじゃん。あ、前回のやつと今回のやつと混ざってるっていうか、通年で展開しようとしてるんですね。シャツはね。なんで、スーピマシリーズは多分ほぼ一緒ですね。そうなんだ。いや、スーピマシリーズのシャツめっちゃいいんですけど、一点だけ文句を言わせてもらえれば、ちょっとシワが入りやすいんですよね。でも、シワの入りやすさだけ解決してほしいんだけど、前回と一緒ってことは多分同じな、素材感も一緒なんだろうなーって、切ればシワ入んないイージーケアの方がいいんだけどな。結構容赦なくスーピマのシリーズってシワ入っちゃうんで、そこだけ心配ですよね。もうちょっとあれ。改善してほしかったけどどうなんだろう。ちょっと見てみないとわかんないけど、多分同じでしょうね。まあでもシワが入るからこそあの風合いってのもあるんですけどね。シワが入らないイージーケアの加工をすると確かにシワ入らなくて楽ちんではあるんだけれども、その分やっぱり風合いがちょっと劣っちゃうっていうか、天然繊維のコットン100で加工してない状態よりも、やっぱりちょっとこう化学繊維感が出るというかね、ビジネスシャツっぽく見えちゃうので、その辺はまあどっちを選ぶかっていうのはまあ割と難しいところ、イージーケアを取るのか、それとも風合い最優先なのか。多分、プラス J 的には風合いの方を優先してるんだと思うんですけれど、個人的にはもうちょっとね、シワ残りがない方がいいなというふうに思ってます。スーピマコットンオーバーサイズスタンドカラーシャツ。これも、いい感じですね。まあ、同じような感じですね。スタンドカラーのタイプで、まあ、オーバーサイズになってるタイプ。前回も似たようなのがありましたね。で、これ結構好きです。スーピマコットンオーバーサイズスタンドカラーシャツ、長袖ストライプ。襟の部分と、大襟の部分と、カフスのこの部分ですね。ここの細長い部分だけ白になってる、クレリック。クレリックと言えるのかどうかですけど、で、ルック見た限りでは背中にもライン入ってるのかなと思ったんですけど、背中にはライン入ってないですね。ライン襟と袖の一部分のみ白になってるっていうデザインシャツですね。いいですね。こういうちょっとのデザインが入ってると、急にビジネス感なくなるんですよね。非常にいいバランスだと思う。しかもオーバーサイズなんで、これ1枚できても良さそうですね。で、スーピーはコットンでしょ。風合いはもう場違いないわけだから。で、なおかつこれ 4XL まで展開してるんですよ。気合入ってますね。これは良さそうですね。他のアイテムで 4XL まで展開してるやつって、実はそんなにないんですよね、プラス J って。XXL までしか展開してないアイテムが結構多いので、4XL は意外と珍しいです。なので、オーバーサイズで着てもいいんじゃないっていう提案なのかもしれないですね。で、こちら、スーピーコットンオーバーサイズスタンドカラーシャツ、長袖ストライプ。なぜか、この柄に関しては 4XL は存在しないんですよ。2XL までしかないんですよ。何なんだろうね、この違いはね。ただの色違いでしょ。なんでそんなサイズ展開に差をつけるんだろうって感じなんですけど。ってことは、白色の方が人気出るって読んでるわけですよね。黒系のこの色違いなわけじゃないですか、この2つって。この白になってるのと黒になってるの、色違いで2柄展開してるわけだけども、ほぼ全く同じなのに、4XL と 2XL までしかないのと、なんでサイズ展開こんなに差をつけるかっていうと、人気が出そうだからですね。白襟の方が人気が出そうと踏んでるわけですね。はい、続いてスーピマコットンオーバーサイズシャツブルゾン。これ良さそうですね。オープンカラーのシャツブルゾンタイプ。裾にドローコードをつけて、両サイドにでかいポケットをつけて、アウター感を出してるシャツブルゾンですね。と言っても、素材感はおそらくこれ、そうだね、スーピマコットン100なので、素材感はおそらくそんなにアウター感ないと思うんですよ。なので、夏場はこれ1枚で袖まくって短パンに合わせて使ってもいいし、でも、ダブルポケットでドローコードもちょっと見えてるから、前開けて羽織としても使えるから、これ息長いんじゃないですか。アウター風にもできるし、1枚でも使えるしっていうところ。これは良さそうですね。5,990 円でかなり息の長いアイテムになるんじゃないでしょうか。色味も僕大好きですね。ちょっと軍っぽいオリーブカラーとか、エクリュっぽいナチュラルカラーとか、結構面白い色味が多いですね。で、プラスストライプもありますよと。ストライプかっこよさそうだな。これローソンの店員さんにならないようにコーディネート気をつけないと。こちらのちょっとブルーが強いストライプ柄もありますね。これこんだけ展開してるってことは結構自信あるんでしょうね。さらにスーピマコットンオーバーサイズオープンカラーシャツの半袖もありますね。半袖のタイプも、ブルー、オリーブ、ナチュラル、ブラック以外にも、ストライプが2型も展開してるので、これもかなり気合い入れてるっていうのがわかると思います。スーピマでしょ、適度にこう、テロッとした落ち感のある素材で、このデザイン、ちょい細め、そんなにゆったりしてないですよね、おそらくね。ちょっとゆとりあるぐらいの細めのシルエットで、着丈もそんなに長くない、コンパクトな。大人が使うオープンカラーシャツとしてはバッチリじゃないでしょうか。これは欲しいですね。シャツ類は去年の秋冬見る限り外れがないので、ちょっとシワ残りがあるなっていうぐらいです。アイロン掛けの手間があるけど、それを補ってあまりやるぐらい素材感はやっぱりプラス J のシャツ綺麗なので、その辺はちょっと我慢するしかないのかなというふうに思ってますが、ラインナップ相変わらずいいですね。中でも一番僕がいいなと思うのは、スーピマコットンオーバーサイズスタンドカラーシャツのこのクレリックタイプですね。白の切り替え。そして、オープンカラーシャツの、スーピマコットンオーバーサイズシャツブルゾン。これのストライプとか良さそうですね。この辺がかなり気になりますね。あと、ベーシックなシャツは多分何枚あっても問題ないと思うので、もし、まだベーシックな白シャツ持ってない、黒シャツ持ってないっていう方は、この機会にゲットしててもいいと思います。はい、続いて T シャツカットソールいきましょう。ドライスウェットハーフジップパーカー。絶対ドライスウェット素材使ってくると思った。ドライスウェット素材の、ユニクロがインラインで展開してる素材ですね。ポンチみたいな素材ですけど、ポンチってね、逆から読むとまずいですけど、ポンチみたいな素材の、パーカーですね。ハーフジップのパーカーで、これジップもわざわざ、ファスナー部分もわざわざ、カラーマッチさせてますね。ネイビーにはネイビーのジップ、黒には黒のジップ、グレーにはグレーのジップ、白には白のジップ、そして紐も全部カラーマッチさせてます。細かいですね。こういうの手間かかるし金もかかるんだよな。よくこの値段で出せるもんだ。ちょっと膨らみのある素材だと思います。コットン100なの？いや、表はコットン100で裏はポリエステル100。ドライタッチのドライスウェットハーフジップ。そうなんだ。でも多分コットン100のパーカーだけど、いわゆるインラインで出してるスウェットパーカーと違って、こうシワになるようなアメカジ風のスウェットパーカーと違って、多分張りのあるような、こう、つるっと張りのあるような素材感だと思います。ドライスウェットってそういう素材だもんね。これ良さそうですね。これさっきのコート、オーバーサイズのコートのインナーとかに入れてあげたりしても可愛いと思います。なんか質のいいにこういうつるっとツヤ感のあるパーカーとかって首元にこうツヤのある素材感が来るから顔周り綺麗に高級感を持って見えるんですよね。やっぱりこうシワ感が強いパーカーってどうしてもやっぱりカジュアルに見えるというか、チープに見えるけど、まあそれもそれで味なんですけど、チープに見えるけど、こういうツヤがあって、張りがあって、膨らみのあるようなフードが顔周りにポンって乗っかると、高級感出るんですよね、全体に。一番この辺って目立つところだから、顔周りってね。そこに高級感のある素材のフードが乗ってくると、全体の印象がラグジュアリーに見えるので、こういう顔周りに届くフードがあるアイテムで、ツヤのある素材ってものを選んであげたりすると、めちゃめちゃこう、コーディネートに箔がつくと思います。で、ドライスウェットシャツもあるんですね。プルオーバーのタイプもあります。これは良さそうですね。で、リラックスフィットポロシャツもありますと。なんか僕はニットの方が良さそうだけど、これどんな素材なんだこれ。コットン100のインレイ。ライトマーセライズ。あ、マーセライズ加工してるんですね。なんで、ツヤが強く残る加工がマーセライズドっていう加工なんですけど、マーセライズド加工してあるので、多分本当にこう、つるっとこう、綺麗なツヤ感が出てるような素材だと思います。これはちょっと気になるね。写真で見る限りはシンプルなポロシャツかなって思うんだけど、マーセライズドされてるコットンとかって、レディースだと結構使われてるけど、メンズだとそんなに使ってないんでユニクロ。ちょっと楽しみですね。ツヤが本当に強めのポロになると思います。気になりますね。スーピオコットンリラックスフィットクルーネックティー。さあ、こちらですね。これ良さそうなんですが、前回ちょっとあれでしたよね。ハイネックバージョンがこれあったけども、なんかちょっとこう、なんて言うんですか、シワがちょっとこうあって、こう首元がこうよれてる感じがあったので、ちょっと安っぽく見えますよね、みたいなのが結構いろんな方が言ってたんですけど、今回はこうクルーネックだけで勝負してますね。スーピマの上質な素材のクルーネック。まあ、スーピオコットンちょっとね、シワ残りがあるんで、ケアが大丈夫かなって感じ。一回選択肢するとなんかもうシワシワになっちゃうみたいなのも割となくはないので、その辺だけ気になるけど、質感と色の展開はやばいですね。これかなり良さそう。ちょっと期待してます。一回選択してみたいね、これね。どんな感じになるのか。まあでも、4XL で、4XL まで展開していて、7色展開でしょ。相当気合い入れてますね。展開色の多いアイテムって基本外れないはずなんですよ。ユニクロ側も自信持って出してるわけだから、自信のないアイテムで展開色いっぱいなんか作んないんですよ。展開色って増やせば増やすほど在庫リスク高くなっちゃうから、基本的には展開の色って絞りたいはずなんですね。なんだけど、7色も展開してて、4XL まで用意してるってことは、かなり自信のあるアイテムであろうということなので、これは信じて1枚ぐらいはゲットしてても良さそう。そして、スーピマコットンプリントっていうプリントが入ってるアイテムですね。このプリント何なんですかこういう。急にどうしたジル・サンダー氏がセレクトした遊び心のあるデザインをプリント。ジル・サンダー氏がセレクトしてるんですね。ジル・サンダーが書いてるわけじゃないんですね。まあ、そりゃそうか。何ですかねこれすごいよね。丸の中からこう飛び出してるみたいなね。なんだろうね、これね。不思議なデザインですけど。ジャンプ漫画のこう、一場面でありそうな感じですけどね。どうなんでしょうか。ちょっとプリント系は、なかなか判断が難しいですけど、ちょっと見てみないとわかんないです。ただ、スーピマコットンが下地になってるから、ツヤのある素材感が下地になってるんで、ある程度デザインで遊んでもそんなに安っぽくはならないとは思いますけどね。まあちょっと期待して見守りましょう。はい、続いてボトムスいきます。セルビッチスリムフィットストレートジーンズ。これは待望のジル・サンダーのデニムですね。白、黒、インディゴと3色作ってますけど、インディゴはオレンジステッチのちょっとリーバイスっぽいような感じ、アメリカンな感じの印象ですけど、黒は黒ステッチで、これ裏返してるの見ても、ブラックの糸ですね。普通常、デニムの糸っていうのは、縦糸と横糸で違う色の糸を使って、ブラックデニムもですね、黒糸と、無染色の糸を使うので、ちょっとグレーがかったブラックデニムって多いと思うんですけど、こちらはどちらも縦糸も横糸もどっちも黒で染めた糸、無染色の糸を使わないでどちらも黒で染めた糸を使って、まあそういうのブラックって言うんですけど、ブラックの生地を使ってるので深い黒になってますね。このブラックのデニムって遠くから見た時にちょっとスラックスっぽく見えるんですよ。本当にこう深い色が出せるので、デニムの黒って黒じゃないじゃないですか。ちょっとグレーっぽくなるじゃないですか。あれが良かったりもするんだけど、ただジルサンダーみたいなクリーンなモードテイストを打ち出す場合は、やっぱりこういう黒のブラックの色味を使った方がいい、素材を使った方がいいと思うので、まあ、今回は黒ですね。で、オフホワイトは真っ白。ステッチも真っ白ですね。なので、ステッチで切り替えてるのはネイビーだけですね。ネイビーはインディゴのデニムにオレンジのステッチで、ちょっとリーバイス的なアメリカン的なもの。で、ブラックのデニムはブラックの素材に、さらにステッチもブラックにしてあるので、真っ黒って感じ。白もクリーンに、ホワイトデニムにホワイトのステッチを使ってるので、まあこちらもクリーンですね。スリムフィットのストレートジーンズ。これはセルピッチなんだね。素材感もだからすごい気合い入れてるんですね。スリムストレート。ただ、セルピッチのデニムはもうインラインが相当いいの出してますから、これ以上変化つけられるかなって感じなんですけど、ただバックポケットのデザインとかちょっと大きめになってたりとか、少しデザイン性あるんだよね。で、あとはシルエットですよね。どんな綺麗なシルエットになってるのかちょっと気になります。試してみたいところです。はい。ドライスウェットパンツ。スウェットパンツ意外とやるんですね。あ、そうか、ドライスウェットシリーズの下か。なるほどね。さっきパーカーとスウェットシャツあったと思うんですけど、それの下ですね。多分結構細いんじゃないのかな。裾にこう、ジョガーのこう、リブつけてありますし、多分結構細いんじゃないかな。スウェットってユニクロ U とかもそうですけど、結構太めのスウェットパンツ、デザイナーズコラボってやること多いんですけど、ユニクロって。今回のこれは割と細そうですね。スラックスっぽい印象になるのかな。だとするとすごく良さそうですね。ワンタックテーパードパンツ4990円。これも良さそうだな。タックが、深くタック入れてますね。結構タックって、一口に言ってもタックってこうウエストのところに入ってるこう線のことですけれども、このウエスト周りにこう線が入って、それが裾まで伸びてるわけだけど、この場合はね、なんだけど、タックがこれ結構深く入ってんだよね。タックってこう浅く入れるとすぐ消えちゃうんだけど、深くタックを入れるとね、こう、立体的な、こう、陰影ができるので、シンプルなスラックスとかでもちょっと表情を出すことできるんですよ。これ結構深めですよね。あ、スーピマコットンなんですね。で、ツイル使ってるんですね。なるほど。良さそうですね。張りがありそうですね。張りのある多分素材でツヤがあってって感じかな。良さそうですね。ややウエスト位置も高そうですし、今っぽい、ほんと、テーパードのスリムのスラックスって感じなのかな。ウエスト周りをゆったりしてるけどスリムですよって感じ。で、ウールスリムフィットパンツセットアップ可能。こちらは多分前回と変わらないスラックスのシルエットかな。あとはストライプバージョンもありますね。で、ワイドフィットテーパードイージーパンツ。これ何気にすごい良さそうなんだよね。ワイドフィットでテーパード。まあ、ワイドテーパードのスラックスって感じですかね。前回もワイドフィットのスラックスすっごい良かったですけれども、それのイメージなのかなというふうに思います。5990円。ツイル素材。ツイルか。コットンツイルか。なんかこう、ウールっぽい素材の方がいいんだけどな。ちょっと硬い素材だとやっぱりこうクッションが出やすいので、ちょっとそこだけ気になるかな。で、ワイドフィットカーゴハーフパンツ。ああ、いいですね。カーゴのドカッと太い、ワイドフィットのパンツ。まあ、ショーツはね、ワイドフィットの方が似合うんですよ、日本人って。足太いんで、僕ら。海外の人って足細いから、タイトなショートパンツとかって似合うんだけど、我々日本人って足太いんですよ、海外の人と比べると。農耕民族だから太いみたいな説があるけど、やっぱ比べると、彼らは、海外の人たちってのは上半身は屈強だけど、下半身ってマジカモシカみたいな足してるのね。カモシカの足みたいな足か、してるんだけど、日本人って逆で、上半身は華奢なんだけど、下半身は結構太いんだよね。だから、スキニーとかショートパンツとかあんま似合わないんですけど、そういう人たちってどうすればいいかっていうと、ワイドフィットのものを選ぶといいんですよ。ワイドフィットのショートパンツとかを選ぶと、対比で足が細く見えるんですね。まあ、ルーズソックスと一緒だよね。太いものを選んであげると対比で足って細く見えるので、なので、こう、ショートパンツ、特にこう足のラインが出るショートパンツとかだと、ピタピタに細いものを履くと逆に足って太く見えますから、太い、ハーフパンツとか選んであげた方が日本人の体型にはマッチすると思います。という意味でこれすごくいいんじゃないでしょうか。で、素材感もこれ何の素材使ってんの？ああ、スーピマなんだ。良さそうですね、これ。ツヤ感があって上品なイメージでワイドフィットなんですね。ああ、これはいいでしょうね。これに、例えばそのシャツ、オープンカラーのシャツブルゾンとか、さっき言ってたストライプのオープンカラーのシャツブルゾンとか合わせても良さそうですよね。はい。そんな感じで、プラス J 2021年春夏コレクション、フルラインナップ一つ一つ解説していきましたけども、まだもちろん実物見てるわけじゃないので、これは予想です。これからですね、実物発売日に見て、全型レポートしていこうと思います。で、私のメルマガ、毎週日曜日に配信してますけど、メルマガではですね、プラス J もちろん全型レポートを配信しようと思います。全型すべて余すことなく書いてですね、5万文字ぐらいでお届けしようと思ってますので、ぜひお楽しみにしていてください。もちろんコーディネート提案だったりとかもしますし、YouTube では言えないようなちょっと危険な内容などなどもメルマガの中ではいるので、気になる人はぜひ登録してみてください。はい、というわけで MB チャンネル今日はここまで。ありがとうございました。またお会いしましょう。